れ動作を構成するいろんな部分のところのこう股関節のコンポーネントやね、胸郭の動き、あれ測定からの感覚情報を知らないと反復しかできなくなるんですよね。こっちまで下ろそうとするとなかなか手が下まで降りれないので、話した時に本人がどうそれを今やったのを学習しているのか、自主トレに落とし込めているのか、で生活の場面にどうつなげていくのかっていうのは、それはもうそっちの方がむしろ先にあってのハンドリングはただのツールですからね。今日はですね、あのページ8ですね、あの少し ADL は基本動作の集合体っていうところから少しハンドリングの10ポイントってところに行きたいかなと思います。まあ、特にね、あの見てらっしゃる方で作業療法士の方いると思うんですけれども、OT がね、そのじゃあトイレ動作のための例えば肩麻痺としますよね。肩麻痺で、こうズボンの上げ下げの時にね、こうやって僕もね、あの最初の頃経験したんですけれども、こうやって、ズボンをこう下ろしていった時にいいけど、こっちまで下ろそうとするとなかなか手が下まで降りれないとかね、あるいはこう上げようとしてここまで上げるけど最後のここのところになるとなんか一気にこうやってピッてこう持ち上げるような感じにこうあのしてか、こういう感じにしてしまって、どうしてもこの辺りの部分がきっちり上に上がってなかったり、あのなんて言うんでしょうね、シャツがしっかり入らなかったりとか、そういったところってあの OT でも経験あると思うんですけど、それがね、なんでか分かんないんですよ。それってもちろんね、あのいろんな要素はあるんですけれども、あのこういったね、下からこの麻痺側の方にね、こう乗っていくときに、じゃあどういうふうにしたらこの体重がね、こうより自分らで真似してみても、ここにこうするのとこっちに乗せるときに、例えば非麻痺側の方ですよね、非麻痺側の方に体重乗せたままこういうふうにやろうとすると、あの当然ね、こっちの乗せてるってことは特に返却に近い状況なので、このクワドの出力を通常よりたくさん使うわけなんですよね。クワドの出力を通常でたくさん使うってなると、ここを支えると同時にかなりね、この辺りの肩甲体周囲もこっちに乗せるよりもこっちに乗せた方がトーナスが上がって動きづらくなるんですね。硬くなりやすいです。まあ、人によりますよ、それは。ただそうするとここに乗せたままこっちにやろうとするときに、もうこのヒップも固定して強い力、強い大腿四頭筋との活動を要求するしてね、肩も止めた中で、それで肩甲骨がプロトラクションしなくなると、当然リーチ幅狭くなりますよね、リーチ幅が。でかつそこで本当はここからあの一番大事なところですよね、このここからこの膝蓋骨の麻痺側の膝蓋骨まで持っていくっていう時は、こうやってみたら分かると思うんですけど、大体ですね、これもう右側の方にこう体重をちゃんと踏み込んでいかないと相当届きづらいです、ここの幅っていうのは。ここら辺ぐらいになると当然この麻痺側にね、ある程度乗ってないといけないんで、これを乗せないようにするとまたこういう風になります。ここでもっともっと取ろうとします。でこれがこの回線の可動域がある方はいけますけれども、肩麻痺の人でね、胸郭の回線があのかなり少ない人になると、もうこれすらもう回らなくなってね、あの本当にもうここら辺になるとこうやってピッとこう投げ出すような感じで下ろしたりして、そのままこうやって非麻側湯でこうトイレにね、便座にこう座っていくような方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういったですね、あの今のはまあ、あのこういったね、1このこっち側に乗せていく側面もそうです。でかつあの例えばね、こう上げていく時も乗せるのもそうですしね、ここから上にちゃんとね、片方だけで上げるっていうのを得すると、これ股関節の進展です。これ股関節の進展があるとよりこうやっていきます。これがだからこのこっち側のね、さっき言ったような肩甲骨のプロトラクションの、いや胸郭の回線の可動域だけじゃなくて、ここにいかにヒップの方のこういう回線トルクをこう作れるかというところです。でこうやっていうのは当然ね、歩行の時にこうしっかりここ体重乗せてこっちは足を出していくというようなところのね、つながってくるんですけれども、これが知らないんですよ、あの OT は。で今のは一例ですけれども、他にもいろんな要因が邪魔して届きづらかったりしますけど、その OT がまあよく回復であるトイレ動作の自分でふらつかずに自立して下げれる、上げ下ろしがねできるってところすらあの学んでないんですよね。だからあのそういったね、あの股関節をどうやって、じゃあこのね、今の足りないところのここを作るためにはどういったあの誘導が重要なのかと、ね、誘導が重要だったり、本人に気づきを促したり、あの足にね、測定に体重を乗せていっての反力を使った進展を使って教えていくとか、そういったところっていうのがあのいろんな場面で
重要になってきますので、トイレ動作を構成するいろんな部分のところのこう股関節のコンポーネントやね、胸郭の動き、あるいは測定からの感覚情報、そういったところを知らないと反復しかできなくなるんですよね。トイレに行ってひたすら30分反復、60分反復、あるいはそこの足らない部分を理髪室に行ってこうやって輪っかをこうなんかこっちに入れる練習とかですね、取ってこっちに入れるとか、ね、なんかそういうこうな、まあ、なんかこう似たような動作を反復してやることしかできなくなってくると、結構それ患者さんにとってすごく代償を強めたり苦痛になったり、まあ、療法士も正直なんかね、なんか誰でも発想できそうなことを永遠とやらないといけないので、まあ、非常に機能訓練ってところに苦手意識を持っていったり、あるいは機能訓練に否定的になってくる人もいます。そんなことをやるんだったらもっともうそういう機能練習じゃなくて住宅環境の設定とかね、まあ、それはそれで絶対大事なことなんですけれども、まあ回復の中では少なからずそのより潜在性を伸ばさないといけない部分っていうのは絶対に重要なのでね、そこの引き出しがある中で、じゃあ今はその、環境のね設定等を工夫していく練習をやろうとか、そので当然環境をね設定しても環境にどう適応していくのかっていうところですね。いくらそのじゃあいい高さに手すりつけたとしても、そこに例えばこうやってもう引っ張るようなね、もうこういうふうなこんな立ち方でもずっとこうやってよいしょってこういう立ち方ばっかり覚えてると、いくらだってもまたこう麻痺側にね体重乗せない立ち方で立ったりね、トイレのトランスファーの時にもうこんな感じでそしてまた結局同じ問題になってくるんですね。だからまあその手すりにどうやって体重を乗せてねこう引くんじゃなくて、この非麻痺側ねのヒップのところが伸展して伸びて、で手でできるだけ引っ張らずに、ここからこの肩甲骨のですね、肩甲骨が活性して外旋していくと、そしてそこで体前に乗っていくと、まあ、いくら非麻痺が優位で立ったとしても、その立った時の伸展の要素を作れますよね。だから、まあ、今のはちょっと手つりの要素で説明しましたけれども、そういった環境にどう適応させていくのかっていうのがかなり療法士のそういう機能的なのを上げていくっていうのは求められるところだと思うんですよね。だからまあそこら辺をまあ特に作業療法士はこう非麻痺側への重心移動と立ち上がりに必要なコンポーネントっていうのを、ね、さっきの肩甲骨のことは多分知らない人も多いと思いますしね、まあ、そこがいろんな人によって患者さんがね側屈の逃げ方も様々ね、こっちに麻痺側に崩れる人、非麻痺側が崩れてこっち側にこう優位になっている人、それをどうやってこっちに乗せていくのかっていうのも、またそれもその人によって感覚の伝え方っていうのは変わってきますのでね。ですので、まあ、そういったところを学んでほしいなっていうところが、まあ、この本の主題になってきます。ですので、まあ、前も言ったようにその寝返り起き上がり、ですね、そこからまあ立ち上がり上肢手まで入れて歩行まで入れて全部を網羅しているところを一応まあ教科書の中で説明できる範囲で今こうやっています。PT の方で熟練した人が見てると今のようなことっていうのは OT のね後輩のトイレ場面に携わった時に、ね、ある程度提示して結果を示させられるかっていうところも一つのハードルになってくると思うんですよね。ですので、まあ、僕ももちろんまだまだ分析しないといけないところもあるんですけどね、まあ、そういったのがちょっとでも思いが伝わればなと思っています。図 1-6 ですよね。でそこに効率的か非効率的かってね、可能不可能っていうのはよく ADA のチェック場面で出ると思うんですけれども、それが効率的なのか非効率的なのかっていうのは、その何を効率的にするのかっていうのはその時の目標とかね考え方によって変わってはいくんですけれども、例えばエネルギーの消費量が効率的なのか非効率的なのか、で介助者のサポートから考えると効率的なのか非効率的なのか、あれ患者さんのやっぱり細かい運動学習的側面だとすると効率的なのか非効率的なのか、ここを常に頭の中で、まあ、モニターしながら、その可能と不可能っていう中の縦軸の部分の質の部分を、療法士はより評価していく必要があるというふうに述べています。まあ、例えばね立ちましょうっていうのと、例えば足先に感じてそこに、おへそのあたりを体重を乗せて立ってみましょうっていうのと、そのまままっすぐでお辞儀をするように立ってみましょうとか、あれ言語なしで立ちましょうとか、そういった言語の違いでも本人のその立ち方の介助量がね、例えばフィムで 25% とか 50% とかの介助量が人によって変化するかもしれないですしね、事前にねこう立つ前にちょっと手のところをこうマッサージしてみましょうでね、
例えばどうですかねとかっていう感じでこういうのやって、それで立つだけでも左側の注意やが変わってくる人もいますのでね、そういった感覚とか虫のある人はそういった手のマッサージやるだけでも解除量が変わってきますので、そういっただけでもその、ね、どういう言語指示がいいのか、タッチもね、ハードタッチというか、まあ、ディープな深いタッチがいいのか、軽く誘導してライトで立っていく方がいいのか、ね、特にゲーゲンハルテって呼ばれるようなあの人とかね、プッシングが強い人に強引に持っていこうとするともっともっと突っ張りますよね。そういう人はやっぱり優しい軽い誘導と、そこに言語指示を使ってこっち目線のね、例えば膝のところまで頭をこう前に持ってきてみましょうと、で軽く本人が抵抗しない範囲でゆっくり誘導していくとか、そういった、ね、立たせるにもいろんなその患者さんのパターンがありますのでね、そういったところも誘導のこの感覚の体勢感覚や視覚などっていうのも段階づけがいろいろあると思うので、ね、まあ、そういったのを踏まえた中で、まあ、当然フィムなんかね、客観的指標とね、多職種が見る上でも重要なものなので、まあ、それは大事なんですけれども、まあ、それ以外の部分でじゃあどう臨床に応用していくのかっていう意味では、まあ、今言ったようなことになります。ハンドリングの10のポイントのこの1ですね、機能と生活を意識できているのかということですね。これね、まあ常にもう若い頃から先輩にね、それが今やってることがどう患者さんの生活につながってるのっていうのはもうずっと言われてたと思うんですよね。だからまあ皆さんの中でこの機能が生活につながらないと意味がない、患者さんの生活が変わらないと意味がないっていうのは当然見てる方は理解していると思うんですけれども、ただその言語的な理解の部分とじゃあ機能でどれぐらいそこにその生活をイメージしていくのかっていうのは結構大きな差があるんですよ。で例えばね、この、一番この三角形の底辺のラインのとこになりますけれどもね、例えばアライメントとかね、バイオメカニクスとかってちょっとまあかなりアバウトな用語を使っていますけれども、足のね、例えばこう側部のタッチしながらその人の例えばお風呂のまたぎ動作をある程度想像できるかってことなんですよね。で今からこのフットレストから足をこう下ろす場面とかになるときに、もうこれも多分この映像だけで見てるとちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、もう要はこの足をこうフットレストからね、こうちょっと上に上げてこう靴を、まあ、自分で脱げる人もいいですけれどもね、まあ、全部が全部その全て一人がで脱げたとしても、まあ、かなりそれが代償になっているのであれば、全部が全部本人にやってもらうことがいいわけじゃないですからね。こういった足で持った中で本人の足のね、活動、重力活動です、これがどれぐらい重いのか軽いのか、あるいは持った時に外側に流れてくるのか、あるいは内側に来るのか、あるいは上がった時に骨盤が崩れてくるのか、ね、あるいは例えばひまひ側の、健康体が引けてくるのか、この足のたったこれだけでね、今日もじゃあリハビリ頑張りましょうねって言ってこの靴をこう脱がしていったね、この靴下を脱がしていく時にこうやって何気にこうやって背屈をこうやって今僕やってますけど、これもねただ単にこう背屈してパッて脱がすわけじゃなくて、本人の活動を見ながらね、このアキレス腱のヒールの長さの遠心的な活動がどの辺まで、しっかり機能的に緩められるのか、で背屈も、ね、巨体関節に依存したり、ね、靭帯等に依存しないでしっかり、まあ、虚骨下等も含めたね、あるいはこういうショパービスフラーにもちっちゃい動きが入る中でちゃんと背屈、あれ測定筋膜がちゃんと遠心的に伸びるようなね、ああいったところが出て中でちゃんとこう足が上げれるのかって、そういったところをたったこの足をね、じゃあ丸山さん今日がリハビリ頑張りましょうねっていう、いうところでさえもこの評価が始まってるし、まあ、これ自体がこう治療になるんです。これ、ね、これちょっとこうやられないとわからないと思うんですけど、こういった中でね、本人の特徴的なところね、例えばまあ丸山さんだとすると、まあ、まあ今あえて上げるとするのならば、少しねこの膝関節をこう最終進行からねここに伸ばそうとした時にちょっとねこのハムストがね少しこうタイトな部分がこうやって今やってる中でもちょっとこうハムストに抵抗がありそうだなって言って実際評価していくと、少しこの辺りがちょっとこう伸びづらい感じがありますよね。まあ、こういったのっていうのは例えばそのねトイレから立っていく時でも、まあ丸山さんぐらいだったら大丈夫ですけど、その今の膝の伸びづらさ自体がねこう骨盤を前傾させてね、こうやって骨盤をこうやって前傾させていったときに、この前傾したときにこの座骨結節とこのねハムストの低脂肪のところのこのある程度
筋肉の長さが求められますよね。あれがこうやって膝が伸びづらいなとか、ハムストのテンションがこうやって足上げた時にあるなってなったら、その抵抗次第ではこうやって骨盤の前傾ができないです。こことこことのハムストの長さが足らずに相当短くなってると、あ、これはもう骨盤が起きないなと。そうするとプロのね、こうやって足を上げる時にね、例えばその人がそれなりに機能が上がったとしても、こう浴槽をまたぐ時にね、こうやって、まあ、まあ普通はまあいい方から来るかもしれないですけど、こうやって足をこう浴槽にこうやってね入れてくる時でも、一定のね、ほら股関節のこうやってこう屈曲にきちっと誘導できるには、こう、ね、当然ハムストの長さも必要ですけど、こうやって上がった時にこの骨盤がねこうした時にもう相当長さないとしても、ここでもうこっちは上がったけどこっちを上げようとした時に骨盤がもうこんだけ足らないぐらい、これぐらいねこうまあ、ハムストの長さが足らなかったりこうすると、当然この人は起きる時にひょっとしたらこれをもうこうやってこうねじってこうやって足をこう入れたりこうやって持ち上げたりするんじゃないかなとかね、まあ、そこからまあ実際そのお風呂のねことを看護師さんに聞いたり、まあ、実際評価してもいいんですけど、そういったのがまあちょっと今足の場面でこうお風呂につなげましたけれども、そういったのがここの長さの中だけでも、まあ、丸山さんは引っかからないですけど、片目の患者さんだとすると本当にもうここからもこれぐらいでも伸びたくなってくる人がいます。これぐらい伸びない、これぐらいの伸びない、膝関節90度からここからねちょっとこう伸展に行くも15度ぐらいでもこう伸びなかったら、かなりこの立つ時の骨盤の前傾もそうですし、まあ、そこで15度90度からね膝これ以上伸びていくと、これも伸びなかったら確実に立つ時にこれ足らないですよね、ここの長さが。ここぐらいので立つかなとか、この部分をこうやって骨盤前傾させてね、こういうふうにこう立っていって、こう少しギリギリなんとなく膝を伸展させているような感じで代償してるんじゃないかなとかですね、まあ、そういったそのたった足動作一つでその人の生活がどういうふうになっているのかって、今のはこうと、ね、お風呂でお風呂の場面とかね、こうまたぎ場面とか立つ場面で説明しましたけど、そういったのを一つ一つこう常にイメージしていくんですよね。その靴を上げたり靴下を脱がす場面で その例えば背屈の中ででもね、背屈のパターンがこの外反を伴った背屈じゃなくて少し内反優位でこう背屈していくとすると、その背屈のかかり方次第ではね、非常にこの肩がね外旋方向にこう崩れていって、こう足をね靴になるんだったら、この人立つ時にその背屈は可能ですけれども、少し外ね肩が外旋したり外側に崩れながらこうやって立つんじゃないかなとかね、こういったところでは、じゃあそのね普段のそのねいろんな日常生活でね立っていく場面であるとか、そういったところでどういったそのね例えばこう立ってして、それでさっきの行為動作のね肺なんかをする場面でも、こう下ろすときのことと、こちらの外側に崩れるんじゃないかなとか、トイレどうなってるのか見てみよう、評価してみようとか、まあ、この本でね一つ一部伝えるその機能と生活がどうつながっているのかっていうところをこう見てるんですよね。生活ね、機能と生活を意識できてるのかっていうのの、そのアライメントのことと、じゃあそれが財にどうつながってるのか、リーチにどうつながってるのか、それがその食事っていうところになるので、そこの合い中の部分を、まあ、PT であっても OT であってもきちっと想像して、ちゃんとこうプラモデルのように組み立てて、今やってるリハビリのことが生活のどこのどの場面にってね、トイレの自立を目指しますとか介助量軽減を目指してますじゃなくて、トイレの介助量が今なぜこういう状況になって、じゃあどこの要素が必要でってね、そこでよく例えばよく PT の若い人言われたかもしれないですけど、いや支持性がないとかね、その支持性っていうのが、じゃあ支持性っていうのは何の筋力の発揮が弱かったりして、その発揮がどういった感覚の情報があれば本人は少しは何て言うんでしょうね、最大限に発揮できるのかとかね、あるいはそのタッチもね、本当にこのあまりにもこの今日も熟成でやってましたけれども、この大臀筋からの反応がすっごい弱い人もいるんですね。でもね、上司からだとするとこう立てるんですけど、大臀筋じゃない、この大腿直筋の大腿四頭筋のところからこうやって足を荷重させていくっていうところが全然感覚が入らない人がいるんですよね。だからまあ患者さんも部位によってとか麻痺の重度によってこうね、ここの四頭筋の反応がね作り出しづらい人は本当そこに対してこうしっかり出力を使ったりするような、ちょっと即通的な技術も
いるんですけれども、まあ、そこを発揮させて、それで、まあ、そこが発揮できれば、その例えばこうトランスファーの時に今はギリギリここまでだ、なんとかハムストの過剰収縮使ってレイン使って立てると、もうあとここのまあ、ここからここに伸びるところに関しては今さっきの崩れる四頭筋のところの収縮があって、これを自分である程度、あれはせか今は全く反応できないので、こんなってここで持ち上げないという、この高さで持ち上げないといけないけれども、治療でね1週間ここのクワッドの反応と伸展のところ、こういう要素が作れるようになれば、軽いタッチでここまでは伸びれる、そうするとおそらく解除量がね、軽減ね、かなり中等度が軽度になったり、あるいは、まあ、ある程度自分の中でここでだったらもう本人動けないけれども、ここで動いて、ここまで伸びてくれば股関節の回線が出てくるので少し動いていけると、こういったところを本人が作れるので、今このクワッドの四頭筋のところをこう上手にねコントロールして、でそこに足らない要因には当然ハムストのアライメントや、ね、本人のもちろん注意的な意識もそうですしね、筋肉の粘弾性の問題もあるかもしれないですね、あるいは全体のもっとダイナミックなダイナミックなスタビリティと呼ばれる全体の筋肉筋関節の配列で入るようになるかもしれないし、そこはちょっとこう人によるんですけれども、こういったのをこうやっていくと、食事の生活のための何を今やっているのかっていうところ、ちょっと今かなりアドリブでバッて言いましたけれども、そこをそういうところになっていきます。第2番目ですね。で、3次元の表層深層をイメージできているのかってことですよね。240ページに書いていますけれども、こう肩峰がどっちが上がっているとかね、頸部がどう側屈している、あるいはこうヒップがどっちが下がっているとかね、こういったのをこう細かく見ていくと思うんですけれども、それを全額面、四条面、水平面、じゃあそれを頭の中でこう彫刻家のようにね、より 3D でリアルにイメージしたり、その患者さんのこうチェックしたり 目で見て、自分の中ではここのこういう反応は何て言うんですかね、こう下がって、後方に下がって、それをこう持ってこないと相当反応しないなとかって、そういう何て言うんでしょうね、3次元のイメージと自分の治療の感覚、自分の動きの感覚、そういったのがミックスされてくると、その要は評価のための評価じゃなくて、まあ治療というかね、臨床治療のための評価っていう風に、同じチェック項目の評価でも自分のイメージ次第とか、自分の体に置き換える、自分のハンドリングやサポートのにこう知識をつなげていくののこうになってくるわけです。本当のいい意味での臨床につながる3次元のイメージになってくるんですよね。だからよくね、そういうこうどっちが下がってるとかチェックだけで終わってね、この人こっち側屈してるなって、じゃあここ伸ばさないといけないなって、そういう単純なものだけでせずにね、もう少しそのリアルな感覚やね、この深層のイメージ、深層筋のイメージ、あるいは深層に対するこうタッチの反応までのイメージ、そういったところをイメージできているのかっていうところが、こういったそのここの3次元の表層や深層をイメージできているのかっていうところの、まあ一つ今ちょっと挙げたいところ、基本的なね、骨の今日ね、西坂さんが挙げてますけれども、ああいった起死停止のね、なんていうんですね、国史的な知識もそうですし、ね、実際タッチしてそれが本当に四頭筋なのかとかね、クワッドの直筋なのかと、これがね、皆さんも経験あると思うんですけど、触った時に患者さんになると本当に、ね、筋肉が細すぎて、これ直筋なのかなって、あるいはね、こう外側後筋なのかなとかね、本当はあるいはこう筋 の, このクロスブリッジっていうか、こう境界の部分がね、もう癒着してるような形になって、区切りがもうない人たちなんか結構いますよね。こううまくこう健常者のようにこう細かく識別して触診できないと、まあ、そこら辺がね、当然臨床では出てくるんですけど、まあ、その前にまずは自分である程度タッチして触診できる必要性があると思うんで、まずはね、健常者の中で、健常者でも非常に苦手な人もね、なんていうんですかね、いますからね、苦手っていうか、老頭の低緊張なとこだと、ね、別の人に比べると、例えばね、大腿筋膜張筋のエッジがすごくつかみづらい人とかね、ハムストリングス、大腿二頭筋の部分が、そういうね、ハムストの、じゃない、そういう大腿筋膜張筋とかとかなりもう密着して、ほとんど同じような形でもうバンドのようにガチッと外詰めるなと、そのあいなかの境界の識別が難しくなってくるんですよね。そういうところです。といったところをしっかりこう臨床に使える
促進にしていくっていうのはまあ大事かなと思います。どっちもそうだと思うんですね。ハンドリングの足らないところ足らないところはその目指しているのはその本人がいかにこう動きやすくポジティブに使えるところをサポートするためにハンドリングで足らないところをアシストしてるんですよね。だからこう僕はなんかそれこれはこう分けるっていうよりは同義に考えてますよね。でそのポジティブっていうところも結構難しくて、まあ、あのその潜在性として持っててかなり発揮すると効率が動きやすいのであればそこは集中しますし、ただまあ潜在性的にもかなりまあ麻痺の重度でもね大変で、あのまあこうちょっとこう時間もかかりそうだし期限も迫っている中で本人の目標もかなり先のところを求めているわけじゃないとするのであれば、まあ、このこういったところがね非麻痺側の本来使えているところを邪魔しているのであれば、もっと非麻痺側がポジティブに使えるためにここはまあせめてこう軽くもうちょっとこう非麻痺側の温度についてきやすいようにするとか、あるいはまあこちら側、まあ、そこまあほどほどにしといて非麻痺側の動きをもうちょっとこう効率的に伝えるようにポジティブに使えていくような形なのでね、このポジティブっていうところはあの非常にあの、まあ、ポジティブなところを伸ばすっていうのは当然ですよね。だからまああのね そういう感じでいいんですかね、ポジティブを伸ばすところが、まあ、基本です。ただまあポジティブすぎてそのなんていうんですかね、あのこう全部やれるところばっかりをサポートすると本人が本当は潜在的なものを持ってるのに気づいてないままただ単に代償的なのでやってしまうと、それはそれでね、まあ、あの目標によっては必要な場面もありますけれども、まあ、やっぱりもったいない時期のところもあると思いますね。あと本人の目標や家族の目標につなげるともうちょっとその、ね、高めないといけないところはしっかり高めないといけないのでね、ちょっとそういった形でハンドリングをしますし、まあ、別にハンドリングばっかりやってるわけじゃなくてね、あの僕もできるだけ言語とかねタッチを外した時に本人がどうやれるのか、あれ離した時に本人がどうそれを今やったのを学習しているのか、自主トレに落とし込めているのか、で生活の場面にどうつなげていくのかっていうのは、それはもうそっちの方がむしろ先にあってのハンドリングはあくまで ただのツールですからね。ただこの今説明しているのはあくまでこの教科書で基づいて特にハンドリングの10ポイントっていうところで説明しているのでね、ちょっとハンドリングの話が多いですけれども、本質はもう患者さんがね当たり前ですけど僕らはずっと一緒にいるわけではないので、そこをこうあの、ま、あの僕は当然あの一番最初にあの重要視すべきことかなと思っています。はい、今日も遅くまで見ていただきありがとうございました。